チャッスです。この動画では昨日の日曜劇場マイファミリー第6話について私の感想と来週以降の見どころについてお話ししていきたいと思います。ネタバレも含むので嫌な方は TVer でまずご覧になってからこの動画に戻ってきてください。では早速いきましょう。昨日の第6話で阿久津はほぼ白だということが分かりましたね。なんせ犯人は最後に出てきましたから。鈴間でしたね。ゆずきのシャンプーか香水のいい匂いがしたという証言からもゆずきたちを監禁してでもおそらく鈴間なんでしょうね。鈴間というのはハルトの会社の部下です。鈴間はハルトに恨みを持っているとするならば、鈴間が新しいゲームを開発するためにハルトにダメ出しされていたことぐらいでしょうかね。今のところそれぐらいしか思えてありません。そしてこんなにハルトを集中狙いするのになんで最初は東堂の娘を誘拐したんでしょうかね。これは私の想像ですけど、もしかしたら鈴間は東堂の失踪した妻と姉妹なのかもしれません。名前も鈴間綾と東堂亜希ですからね。似てます。あり得るかもしれません。でもですね、真犯人フラグの時のように鈴間を裏で操っている、もしくは鈴間と結託している人がいる可能性もゼロではありません。犯人についての疑問点が一つあります。ゆずき誘拐の時はゆずきの喘息悪化でゆずきを返すタイミングを早めましたが、美咲の時はこれ以上長引かせると阿久津の妻の心臓の病気が悪化すると訴えても犯人は無視しました。犯人は目に見えるもの以外は信じないという慎重すぎる性格だからなのでしょうか。そして今回は何を一目でカツダギが動き始めましたね。東堂を尾行したことで宮事件のネタをつかみました。このまま美咲事件のことも駆けつけてくるのでしょうか。ハルトたちも一瞬警察に頼りそうになりましたが、美咲のことを第一に考えてそこは踏みとどりました。警察とハルトの対決もまだ終わっていません。ハルトは犯人から身代金の一部を送りつけられたことである意味営利誘拐に加担している状態です。警察は手柄を上げるためにそこは絶対見逃さないでしょうし、とことん追及してくるはずです。さあ次回以降の見どころです。ハルカラのオフィスでカナコは鈴間と何を話していたのでしょうか。来週以降はカナコが鍵を握ってくると思います。カナコが鈴間を呼び出したのは疑いなのか、それとも共犯なのか。そして細かいところを言うと、友果は男の子と3対3で横浜に遊びに行くと言いましたが、ちょっと嫌な予感しかしませんね。そして僕が今一番心配しているのは宮です。誘拐事件によって鳴沢家と宮家はそれぞれ絆が強まっていい家族になったので、犯人はひょっとしたらいいやつなのではとも一瞬思いました。しかし東堂は心に深い傷を負っており、また阿久津も同様なんですね。そして鳴沢夫妻は未だに犯人に苦しめられています。宮だけが幸せな状態なんですね。犯人はこのまま宮を放っておくのでしょうか、それとも宮が犯人側なんでしょうか。そうだとしたら喘息の柚木を早めに返したことは納得できます。そして先ほど東堂妻と鈴間の姉妹説を話しましたが、東堂妻もいつ出てくるのでしょうか。こちらも注目です。まずは美咲が帰ってくることを願っています。美咲と小春の関係も気になりますね。どんどん疑問点や見どころが増えていってます。本当に楽しみですね。ぜひ来週もご覧ください。